お姫という名前で遊女になってしまう。でそしてその人気者にまでなってしまうというような、そういう人生を歩んでいくんですが、この僧侶も聖元という僧侶、姫との因縁を感じていて、その姫に思いを寄せる、その姫との苦悩の中で人生を振り回されていくというもう一人の男性も出てきます。この3人、悪党の釣り鐘権助と桜姫とこの僧侶の聖元の、この3人の展開する、まあ、三角関係だったり嫉妬だったり愛欲だったりというようなことを生めかしく描いていく作品になっているわけです。で今日オープニングでも、ね、申し上げましたけれども、この桜姫役というのは元宝塚歌劇団空組トップスターの大和優奈さんが演じています。この大和さんは169センチという高い、身長で、しかも踊りがとても美しい、ここが見どころですね。桜姫はお姫様ですから、お姫様の姫言葉という言葉遣いが遊女になって、その遊女の世界でもお姫様の言葉がまだ残っているなんて、この言葉遣いまで変わっていく様も大胆に演じていきます。そして悪党ゴンスケ役が仮面ライダー龍騎の主人公でブレイクした菅高正さん、そして